朝ドラとと姉ちゃんあらすじ予告』第13話母方の祖母・たき子の存在4月18日月放送分危機物語常子たち三姉妹はみこから寝耳に水の事実を聞かされました既に亡くなったと信じ込んでいた母方の祖母・たき子が実はまだ東京で元気に生きていたのです それは18年前のこと。母の滝子から竹蔵との結婚に猛反対されたものの美子は反対を押し切って竹蔵と結婚それ以来美子と滝子はお互いに連絡を立っていたのですしかし困窮を極めた美子が滝子に連絡を取ると意外にも滝子は東京の実家で暮らすよう勧めてくれたのです 祖母と暮らすことに抵抗を感じる常子たちでしたが、三姉妹を小学校に進学させることが竹蔵の生前の悲願だったことを知り、東京への移転を決意するのでした。